いや、すごくいい感じで来てると思いますし、まあ、雰囲気もいいですし、はい、まあ、みんな、明日が多分楽しみにしてると思います。いや、やっぱこういうその一発勝負の、ね、戦い方とかでもやっぱ知ってるチームだと思いますし、まあ、すごい手強い、チームじゃないかなと思います。引き分けでもこういけますけど、引き分けを考えると多分フロンターレは、まあ、勝てないと思いますので。そこは本当に考えずにね、最初から飛ばしていけたらいいなと思っています。本当にここまで来たら優勝したいという気持ちはやっぱありますし、ここまでこう来たのも本当にこのメンバーがいたからこそなので、でそこは本当に最後は一つになってね、一緒に優勝したいなという気持ちはあります。